Going down.おはようございます、ドリキンです。さあ、まだ朝7時回ったところです。今日ちょっとこれまた今ウーバー待ちです。これからまた歯医者さんに行って、ちょっと前にどのくらいでしたっけ、1ヶ月前ぐらいでしたっけ、ルートカナルをやり直したところの本止めみたいな感じで、全部終わるっていう、そういうのでまためっちゃ早起きして歯医者さん行きます。あれだ、レクサスのあれですね。朝早すぎてまだ受付の人もいません。先生は今通り過ぎました。さあ、終わりました。終わりましたが、例によってこっち側が麻酔でがっつり麻酔されたんで、ちょっと違和感ありますが、これからちょっとアップルストア、まだ開店してない、さすがに早すぎました。歯医者さんがちょうどアップルストアの裏なんですよね。覗いてこうかと思ったけどやってませんね。あ、なんかあそこにある3つの箱は何なんでしょうか。謎ですが、まだ開店してません。なんか微妙に並んでるような並んでないような人いますけど、関係なさそうですね。ちょっと行きはウーバーで来たんで、帰りはじゃあちょっと久々に歩いてオフィスに行きます。朝のユニオンスクエア、久々、何年ぶりにこの地に降り立ったでしょうか。マーケットストリート、ここが一応サンフランシスコでいう表参道みたいなもんだと思うんですけど、一番の目抜き通りなんですけど、こんな感じです。じゃーんと路面電車が走っております。あ、まだちゃんとあるのかな。まださすがに朝9時なんで開店はしてないですけど、一風堂、一応って失礼ですけど、普通にビジネスアワーって書いてるんでやってそうですね。サンフランシスコ一風堂です。モスコンセンターまでやってきたんですけど、あ、なんかお姉さんがいるからイベントかなんかまたやってるのかもしれませんね。いまだにこの発音が分からない、このヤーバブエナガーデンです。あー、なんかテントとかも立ってるんで今イベント開催中ですね。ここもう気づいたら10年ぐらい前なのか分かんないですけど、 WWDC がサンフランシスコで開催された頃はこの公園でなんか木曜日ぐらいにビアバッシュって言ってパーティーやってたんですよね。結構でかいイベントの予感がします。もうなんか人がいっぱいいるからなんかのイベント、なんかみんなここに集まってるけど、あわー、なんかすごそうですね。なんかこの道路封鎖してブレイズ、なんだろう、じゃじゃーんって、これセールスフォースタワーだ。あ、ドリームフォースですね。ドリームフォース、セールスフォースのなんか年一イベントの、これ一番でかいやつなんですけど、なんかこの道路、ここ普通に道路なんですよ。これ封鎖して、完全に封鎖してなんかイベントしてるんですよね。これ来ると渋滞がさらに悪化するっていう、気づいたらこんなところに渡り廊下までできているっていう、これ昔なかったと思うんですよね。うわー、やってるやってますね。あっちのモスコーンウエストにもダーンとセールスフォースデカデカと書かれてますね。デカ、何人集まってんだろう。WWDC とかサンフランシスコでやってた時も、今セールスフォースって書かれてるこの正面のこの建物だけでやってたんですけど、実はもっと広い会場がこっちにあるんですよね。全部使ってそうです。なんかここ完全に通れなくなってるから、今お姉さんに聞いたら、この上の道もう一回戻って向こう側から行ってくださいっていう
もう一回この渡り廊下を渡って北側に戻ります。こっからモスコンウエストがめっちゃよく見えますね。今日めちゃいい天気ですね。わあ、結構朝まだ9時とかなんですけど、すごい盛り上がってますね。なんかいろいろ道ができてて、こんなところにも道ができてるんですけど通れない。あ、やっぱり通れないですね。ここも通れないです。そしてこれがモスコーンのサウスですかね、南側。うわ、なんだこのクマは、すごいです。完全にここなんか人工コロニーみたいになってますよ。うわ、人すご。めちゃくちゃ集まってますね。多分これまだ序の口でしょうね。今後これからもっと早い時間なんで、どんどん人増えそうですけど。すごい。ちょっとせっかくなんでもうちょっと近くまで潜入してみますか。これか、ドリームフォース2022。ここまでが限界層です。このグリーンの柵に覆われてるんで、こっから先は行けませんね。上から見てたところがこんな感じですね。以上、サンフランシスコモスコンセンターのドリームフォースイベント状況です。わわわ、ほらあそこ封鎖したせいで渋滞が悪化するんですよね。毎年これ結構辛いパターンですね。ちなみにもうお気づきでしょうが、今日も一日 iPhone で iPhone14 Pro Max のカメラだけで撮ってます。もちろん音も iPhone14 Pro つけてませんから、今日もバックアップでピンマイクすらつけずに撮っておりますが、いかがでしょうか。いや、これなんかあれですね、 iPhone 13 Pro の時代は2台体制にして、カメラ専用の iPhone と普段のスマホ使いの iPhone を分けてましたが、今回もしかしたら1個で両方いけるかもしれないですね。なんか一つの理由としては、なんか13 Pro Max ピークデザインのケースとピークデザインのスタンドになるお財布をつけたんですけど、お財布が結構でかくて、こういう自撮りで持つときに非常にこう持ちづらかったんですよね。取りづらかったっていうか、なんかそれ一つ原因かもしれないですね。今これ純正のレザーケースと純正のレザーウォレットにしたら、ウォレットつけてるんですけど結構なんか自撮りしやすいんですよ。だから十分これで快適に撮れる気がしますね。まあストレージも1テラで十分あるんで、ただなんか専用カメラ専用 iPhone にしたことで、 iCloud の同期と動画のドロップボックスへのシンクが分離できてたんで、あれすごい便利だったんですけど、なんかメインのこれにしちゃうと撮った動画が全部 iCloud に一回飛んじゃうんですよね。それ結構運用上実は地味に致命的で、だからといって iCloud の写真の同期をオフにしちゃうのもちょっと残念だし、そこの運用だけ悩ましいですね。ちょっと思ったより早く仕事が終わったので、午後はもう家に帰って家から仕事しようと思うんですが、今危なかったです。なんかちょっとお茶でもして帰ろうかなみたいな感じでブルーボトル寄りそうになってしまいました。いやいや、僕は家にあれば美味しいコーヒーが飲めます。帰ります。なんかめっちゃ照明がこのオラクルパークの脇にずっと照明が並べられてますね。まだちょっと麻酔が切れなくてちょっとろれつが回りにくいですが、すごいです。やってます。セプテンバー21って書いてあるんで、明日になんかドリームフェストっていうドリームフォースのフェスティバル始まるんですかね。何やるんだろう。今まさにここでライトを設置してます。ちょうど今設置してる
リアルタイムの状況だったんですね。すごい。こっちはこっちでなんかまた別のものが積み込まれてますね。これビールかな。ビールの樽と、あとなんか何でしょう、このカーペットみたいなタオルみたいなものが大量に運び込まれてます。なかなかこのご時世でもバブリーですけど、セールスフォースすごいですね。ということで僕は久々に、またこのまま歩いて家に帰ります。わー、ちょっとうるさくて大変申し訳ないんですけど、これこれやばいやつ、煙吐いてやばいやつですよ。しかもちょっと前までは全体にカバーしてなんか防音対策してたように見えたんですけど、もうやってないですよね。諦めてる感ひどい。めちゃうるさいです。そして見てください、この待機している鉄柱の数、まだまだ横にも倒れてるんで全然終わる気がしません。ちょっとですね、これシャーギークの、ストーム2スリムっていう、これめちゃくちゃ気に入ってる、モバイルバッテリーなんですよね。ここに、OS がモバイルバッテリーなのに OS が搭載されてて、ここであの出力してるなんか入力とか出力のデータとかがめっちゃ細かく見えるっていうモバイルバッテリーなんですけど、なんと多分2週間ぐらいしか、ちょっと怪しいなと思ったんですよね。これなんかすごい発熱して充電してる時にめっちゃ発熱してたまにオーバーヒートの表示が出て、充電が止まったりしてたんで、ちょっと怪しいなと思ったら、なんとうんともすんとももう電源つかなくなって、バッテリー充電できなくなってしまったんで、ちょっと一旦返品します。返品、機能的にはめちゃくちゃいいんですけど、どうなんだろう、やっぱりちょっとまだ安定性に欠けるのかな。ただこのバッテリーもこの機能がなくてはもうちょっとモバイルバッテリー使いたくないぐらい気に入ってはいるので、買い直そうかなとは思ってるんですけど、まあなんか運の悪かった初期不良だと思いたいんですが、ちなみにもう一個その後に買ったこのでかい方ですね、ストーム2っていう方、こっちはねめちゃくちゃ、てかあの一旦このスリムの方返却して返品して僕はこっちを買い直そうかなと、これを日本体制にしようかなと思ってるぐらい、こっちの方は、少なくとも、個体差かもしれませんがめっちゃ安定してますし、やっぱりポートが充実してるんですよ。で充電しながら USB-C のポートも2つあるんで、充電しながらパススルーで、他のバッテリーを、だからこのバッテリーを充電しながら、ここから別のスマホとか別の機器を、充電するっていうパススルーがこっちはできるんですね。ただこっちはもうそもそも、ポートが、2個しかなくて、で1回試したんですけど、多分片方で充電してても片方給電できなくて、この USB-C で充電するしかないんですよね確か。そう、そうですね、 USB-C がいいんだけなんで、なんでちょっとねあの若干軽くて使いやすいかなっていう気もするんですけど、どうせ結構がっつりしてるんで、こっちの方が韓国行った時も全然圧倒的に使いやすかったんで、容量も多いんで、ちょっとこれをもう一本これ返品して、こっちに変えようかなと思ってます。ちょっと製品の品質にはまだ不安があるような気もしますが、もう一回信じて、シャーギークを信じて、買ってみようと、まずは返品してみようと思います。さあちょっとここから、GoPro にカメラを切り替えまして、これ持っていきます。なんかちょうどこの動画を撮ってる前日、昨日ですね、もうちょっとすると公開されると思うんですけど、 iPhone 14 Pro Max でまずはカメラに慣れようということで、何も考えずに、まあ、いろんなところを、まあ、ネズミさんと散歩しているところを、ひたすらあの気の向くままに撮った Vlog を、公開しましたが、多分想像するに、自分も含めてやっぱり今回も iPhone 14 Pro Max の画質がエグすぎるっていう、まあ、結論になりそうな気はするんですけど、でアクションカム息してんのみたいな感じになっちゃうかなっていう予感は、皆さんもこう僕が、
iPhone14 Pro Max 買う前からちょっと結構コメントとかでも結局最後 iPhone に戻っちゃうでしょみたいなあの予測をされてましたけど、ただ意外と今回この GoPro どうだろうと思って、なんか画質の多分大多数の人は画質でやっぱり iPhone が一番綺麗って思われるような気もするんですけど、ただ個人的にはなんか思ったよりも 13 Pro Max の時以上にちょっとスマホ画質感は逆に増えたかなっていう、まだちょっとファーストインプレッションなんで僕もまだこの辺は意見変わると思うんですけど、何の調整もしない、なんか少しだからなんかシャープネスかかりすぎな感じなんですよね。めちゃめちゃシャープネスかかってて、ちょっとスマホ画質があの iPhone とか iPad で見てる限りは全くわからないというか、めちゃくちゃ綺麗なんですけど、あの解像感もすごい高いんですけど、逆になんかそこに最適化しすぎてる感じもあって、 GoPro の方がもうちょっとこうなんかシネマカメラ感っていうと大げさですけど、なんかすごいこうあのしっとりした画質感があるような気もしてて、こっちの方がむしろアクションカムとか、スマホカメラに見えない画質なんじゃないかなっていうので、ちょっとですね僕の中では GoPro 結構 GoPro 11は、もうちょっと評価していきたいなと思ってます。であとやっぱりなんだかんだ言ってもこのコンパクトでこうやって簡単に自撮りして、撮れるっていうのも、やっぱ iPhone だと、まあ、iPhone は iPhone で別の意味での、気軽さはあるんですけど、やっぱり自撮りするときとかこう手持ちするときの不安定感が、拭えないんで、なんかこう自撮り棒とかそういうの用意しないといけないとなると、GoPro の方が GoPro にこの PGYTECH の、このミニ三脚つけるのが一番快適なんですよね。だからちょっとこの今日はこの後 GoPro に画質を切り替えてみようと思います。ちょ皆さんのコメントもめっちゃ気になりますね。どっちが見やすいかとか、あとマイク性能の差とかもありますけどね、気になります。まあただ言っても GoPro に関しても iPhone に関してもまだ何にもこの基本的にほぼ取っ手出しでやってるので、まあ、iPhone に関してもちょっとこうダビンチリゾルブで、シャープネスを落としてあげるとか、まあ、そういう処理をするだけでノイズキャンセルもこう軽くかけてあげるとか、そういう風にすると一気に画質が柔らかくなったりするんで、まあ、そこら辺での最適化の余地はあると思うんですけど、どうでしょうね。 GoPro が GoPro なり、アクションカムが、iPhone に殺されずに生き残る道が見つけられるのかどうか、ちょっと注目していただければと思います。ということで UPS に UPS でとりあえず返却。マスク。Hello, I just want a return. You need a receipt? Yes, please.Thank you very much. Thank you. めっちゃ早っ。Amazon の返却。Amazon の返却。返品本当。秒速です。あの朝8時に歯医者さん行く前から一食も食べてなくて、まだお昼なんですけど、お腹めちゃくちゃ空いてんですよね。あの麻酔空腹で麻酔したら本当気持ち悪くなってちょっとやばいぐらいだったんですけど、久々にスパークに行くかブルーボトルに行くかちょっと悩んでおりますが、あまりにも空腹なんでちょっとがっつりスパークで食べれるもの探しますか。丸チキンみたいなのがあればいいんですけど、最近ないんですよね。ないな。結構店が増えてるような、増えてないような、外か見たことはないけど、タコスか、メキシコ帰りでタコスか、あんまり増えてない気がします。うわ、なんだこれ、
目釣りって書いてある。まだ機能してないですけど、これもうフードトラックの域超えてますけど、完全にコンタクトレスフードトラック的な感じですかね。うわ、書いてある。あ、フーリーロボティックレストラン、ロボットレストランができるらしいです。まだ稼働してないですけど、メディテリアンっていうところが微妙ですけど、こんな感じで完全にロボットで人なしのレストラン。ちょっとこれ出来上がったらレポートしたいですね。意識高くタイチキンサラダです。そしてこのベトナミーズシーソルトコーヒー頼んじゃいました。頼んでるんかいっていう感じですけど、これはあのエスプレッソメーカーでは作れないんでご了承ください。じゃじゃーん。ということで、なんかベトナミーズシーソルトコーヒー、そしてタイチキンサラダ、これ意識高くないですか。サラダで行きました。これちょっとこういうところは GoPro やっぱり近接であんま近づけないんですよね。フォーカス合わなくなっちゃうんで、こういうところはあのやっぱ iPhone 強いと思うんですけど、ちょっとだけ仁義なきサイドバイサイド比較しちゃいますか。ちょっと画角とかが全然違いすぎるんで、これ iPhone で、左側 iPhone で撮っている、まあ、標準の広角カメラで撮っている映像ですね。もうこういうのは iPhone 圧倒的に強いと思うんですけど、これ iPhone ですね。で、右側っていうか、どういう風に編集したか分かりませんけど、こっち GoPro はやっぱもう超広角で、今しかもこの8対7の一番フルフレームセンサーを使ってる状態で撮ってるんで、まあ、近づくとこんな感じなんですけど、多分ボケちゃってピントが合わない状態なんで、多分このくらいだと思うんですけど、これはちょっと iPhone が有利すぎますかね。これ GoPro さんごめんなさい状態ということで、ともあれ、あ、でもこの縦長センサーいいな。360度カメラとまではいかないまでも、やっぱ結構画角フリーで自撮りできるんで、もう後で上下はある程度調整できる前提で。お、シーソルト感は確かにちょっとある。うまいです。そしてチキンサラダ、うまい。ここうまい。うわ、なんかまたすごいです。このトラックなんだろうと思ったら、ドライバーボックス、ドライブボックス、ゴルフ、モバイルゴルフシミュレーターらしいです。プレイゴルフナウって書いてますけど、ここでゴルフ、何でもトラック化しちゃおうっていう、すごいですね。ちょっとせっかくだから仁義なき軽いサイドバイサイド比較やっていきますか。まあ、ちょっと画角も全然違うんで、まあ、どちらかっていうと厳密な画質比較というよりは、あの Vlog として撮るときに、あの画角も含めた比較で、単なる画質比較だけではなくて、使いやすい画角かどうかっていうのも含めた比較にしたいと思うんですけど、iPhone の方は、まあ、一番画質の良い、標準広角レンズで普通に撮ってます。 4K30 フレームで、 GoPro の方は、5.3K かな、 5.2K か 3K の、8対7のセンサー、一番センサーをフルに使ってるモードで、プロモード 10bit、高ビットレートで撮ってるって感じですね。さあ、これでどうでしょうか。画角はまあ全然違いますね。超広角にしないと、これこのまま撮っちゃっていいのかな、通り抜けれるんですね。画角は超広角と比較した方が本当はいいかもしれませんが、まあ、お互いあの Vlog 撮るときに一番使う画角で比較するって感じでやっていこうと思います。どうですかね、使いやすさ観点で見ると、まあ、どうしても iPhone の方がプレビューの画角がでかいから、なんか綺麗に撮れてるように見えちゃって、 GoPro は画面ちっちゃいんでちょっとよくわからんって感じですけど、どうでしょうか。ちなみにアクションカムモードにはする必要がないぐらい、あのこの間昨日軽く走ったぐらいでは、なんかほとんど手ブレ補正の性能が iPhone 良すぎて、アクションモードにするほどのなんか
価値がなかったというか意味がなかったんで、これはもうノーマルモードで撮っちゃってます。じゃあ続いてiPhone はインカメラですね。まあ、これも、厳密な最高画質を比較するっていうよりは Vlog として Vlog 撮影カメラとして使った時にどっちが使いやすいかってことも踏まえての検証なんで、あえて iPhone の方はインカムの 4K30 フレームにして、GoPro の方は変わらずですね、同じ設定をただ自撮りに向けてます。なので画角も全然違いますし、まあで一応撮影する距離はだいたい GoPro のレンズと iPhone のカメラの部分が距離が僕から同じぐらいになるようにしては撮ってますけど、どうですかね。なんかGoPro のフロントカメラの方が、フロントプレビューの方を見てる限りは GoPro の方がそもそも手ブレを抑えられてるように見えて、iPhone の方は結構プレビューでは手ブレしてるんですけど、多分後処理でさらにもう一段階手ブレが補正されるんで、最終的な映像はどっちもかなり手ブレが抑えられてるような気がするんですけど、いかがでしょうか。でもってじゃあせっかくだからもうちょっと検証続けちゃいますが、 iPhone の方は超広角にしました。で GoPro はまあ変わらずですね。 GoPro はまあ基本的に画角は変えられるんですけど、まあクロップして変えてるようなもんなんで、一番8対7のセンサーのフルサイズのセンサーを使って、フルセンサーのできるだけ 全容領域を使って撮っておいて、まあ後で編集時にちょっとクロップしたりして画角調整するみたいな使い方がいいかなと思いますが、iPhone の方は超広角にして、これだと結構画角が似てる気がしますね。同じぐらいの画角で撮れてるような気もしますが、これでのサイドバイサイド比較どうでしょうか。やっぱり iPhone の方は超広角になると少し、画質の劣化なんか見える気はしますけど、でも14 Pro でなんかメインのカメラが画質の向上もまあ目覚ましいですけど、個人的には超広角とか、あとインカメラですね、インカメラの画質がめちゃくちゃ上がったので、本当に自撮りで物撮りとか、さっきのシャーギークのバッテリーを返品するところの下りとかもあれインカメラで撮ってるんですけど、ああいうなんかプレビューしながら、自撮りプレビューしながら、撮るみたいなのがめちゃくちゃやりやすくなった気がします。こんな感じですかね。まあちょっと軽めの、仁義なきサイドバイサイド比較プレビュー編ぐらいな感じで、参考にしていただければと思います。今日はこんなところですかね。何気にいろいろあって何気にやっぱり外出て歩くだけでいろいろネタが豊富で長くなってしまった気がしますが、いかがだったでしょうか。And I'll start to clap.